丸林久信は、日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、演出家、文筆家である。脚本家としての筆名に、栄町はじめがある。日本映画監督協会元会員、日本放送作家協会会員、日本脚本家連盟信託者、専修大学文学部講師、シナリオセンター講師を歴任した。黒沢明の、生きる 生き物の記録でチーフ女監督を務めたことでも知られる。大岡星団将軍は夜踊る演出補佐として、丸林のクレジットが確認できる。赤霊の曲、演出補佐。1917年11月17日、三重県滝群歌大糸村に生まれる。後に、三重県立松坂高等学校の教諭を務めた丸林正人は実定。 1937年3月、早稲田第二高等学院を卒業。同年4月には、旧正早稲田大学文学部国文化に進学。当時の恩師に、川竹重都氏がいた。1938年2月に、早稲田大学、日本大学の学生を中心に結成された、劇団衣装座に参加している。1940年3月、同学を卒業した。 同学卒業に先立つ同年2月、東方映画に入社、撮影所演出助手課に配属されている。在学中に、川竹の勧めで受けた東方シナリオ研究生の試験に合格、さらには、同社の助監督試験に合格していた。黒沢明コレクション3等に記載された大半の丸林の略歴には、卒業後に入社とあるが、正確な経緯は以上である。 同期入社に、堀川博道、家計聖典、田尻茂、寺出修介らがいた。入社から1年も経たない1941年1月、王将し騎兵、第20連隊に入営する。同年12月8日に、太平洋戦争が開戦、第53師団中部第39部隊、創作第53連隊、中部軍管区大阪教育隊を経て、 1944年にはビルマ戦線に派遣された。丸林氏が当時所属した創作第53連隊は、翌1945年1月上旬、イラワジ海戦に投じられ、マンダレーに向かい、ラシオに駐屯したという。丸林氏は長い軍隊生活の中で、すでに五条に昇進していた。この長かった戦闘体験をもとに、 特務長方工作隊広く雲南の虎と表、握り拳の岡小説、イラワジ五百二十五高地といった単調を後に上司している。第二次世界大戦が終結したのは同年八月十五日であったが、丸林が復員したのは終戦後二年が経過した九百四十七年七月二十四日であった。同年八月には無事に東方スタジオに復帰できたが、その復帰の日、 撮影所の正門でばったりあった、照明技師、西川鶴蔵が、丸が帰ってきたぞ、丸さんがよう。と撮影所中に響かんばかりに怒鳴って知らせてくれたと、言う。入社以来、7年が経過していたが、そのうち6年間を兵役に逆かれ、年齢はすでに満30歳を目前にしていたが、助監督経験は1年にも満たなかった。助監督修行をまた始めることになったが、 当時、同撮影所では、いわゆる、東方葬儀がすでにくすぶっており、翌1948年4月16日、同撮影所の社員270人を含む、全社914人を解雇、84人の契約者を契約解除し、同年6月1日には、生産拠点であるはずの撮影所を閉鎖するに至った。 葬儀期間における丸林の動きは不明であるが、同年10月19日の葬儀解決以降も、同撮影所に所属したことは確かである。葬儀解決の翌年、丸林は短編映画、日清を監督した。初記録にクレジットが出てくる最初の作品は、1950年5月27日に公開された大岡星団将軍は夜踊るであり、同作では、 演出補佐としてクレジットされているが、これは、チーフ助監督にあたる。赤霊の曲で、豊田志郎、ホープさんサラリーマントラの巻や、ヤ、ボッチャン社員、土曜日の天使で、山本カジ郎、夜の終わりで、谷口千吉、青色革命で、市川今、亭主の祭典で、渡辺国を、生きると、生き物の記録で、黒沢明のそれぞれチーフ助監督を務めた。とりわけ、 生き物の記録には監督昇進後ではあったが、黒沢を補佐するために作品に関わった。他実安資料の回想によれば、生きるは、酔いどれ天使を最後に、東方を去った黒沢が、葬儀解決後初めて東方で手掛けた作品であり、ブランクの空いた黒沢の知る助監督が、書内におらず、チーフを務めた丸林の面倒見が良く、他実は、臨時コインの身分であったが、 同作の助手に就くことができたという。村木義郎の回想によれば、丸林は、生きるでは B 班監督も兼任しており、豊島園でのロケーション撮影を務めたという。生きるに続く、7人の侍のチーフを務めたのは、生きるでセカンドであった堀川であり、堀川の回想によれば、同期の丸林も家計も直接関係はなかったが、同作の成功で、撮影所内を肩で風を切って、 歩くようになったという、監督第一作、雪の炎。客車のセットがタイトルの背景である。1955年、監督に昇進、同年3月29日に公開された、司陽子の主演作、雪の炎で、監督としてデビューする。この時、丸林はすでに満37歳になっていた。三木のり平や小林慶純が主演した。 プログラムピクチャーの喜劇映画を中心に監督したが、監督昇進第9作にあたる白川由美の主演作、女探偵物語女性 SOS が1958年9月30日に公開されて、以降、丸林の監督作が初記録に見られなくなる。その3年後の1961年、東宝テレビ部の契約監督に立場を変えている。実際に手掛けた作品が、 テレビドラマデータベース等の初記録に残っていないが、1964年1月22日に放映された、娘の結婚第15回、3人目の息子、1965年1月4日、同29日に、ライオン奥様劇場の枠で放映された、銀座立志伝、同年7月6日同年9月28日に、東宝スターグランド劇場の枠で放映された、 愛のドラマシリーズといったテレビ映画の監督を務めていることがわかっている。この時期、多くのテレビ映画の脚本を執筆したが、具体的な作品名、脚本家としての名義等はわかっていない。これらを手がけた後、同年には、東方テレビ部のプロデューサーに契約職種を変えている。渡辺守の回想によれば、1966年には、 斉藤国忠の奥義映画プロダクションが制作した、渡辺の監督作である劇場用映画、浅草の踊り子濡れた素肌、絶品の女の2作の脚本家としてクレジットされている、坂江町はじめは、丸林の筆明であるという。1969年10月4日から1970年3月28日に放映された中村吉右衛門主演による連続テレビ映画、 うもんとりもの長を手掛けたが、同作以降の丸林のプロデュース作が初記録に見られなくなる。当時丸林は満52歳であった。1971年、初めての単調として、特務長方工作隊広く雲南の虎と表を上司した。1974年4月、監督協会を大会しており、現在、日本映画監督協会の会員名官にその名はない。 1970年代末になると、逃げる神様、岩作教の家といった儀曲を演出、舞台演劇に進出している。1981年11月には、映画制作ハンドブックを上司した。1980年代には、先週大学文学部の講師を務め、映画論の講座を持った。裁判年の1990年代後半に至り、法年商人産業界の、 ジョード・マンスリー・ジョド、公表者の公表を等の雑誌に意欲的に連載、執筆をしていた。1995年3月25日には、黒沢明研究会の座談会に参加した。1999年、死去した。満八十一歳没。2010年9月10日同12日、三重県総合文化センターで行われた、三重総文。 シネマスクエア2010の特集上映で、丸林が三重県名和町出身であることから、監督作、奴が殺人者だをフィルム上映した。この時実定の丸林正人が定団の舞台に上がったが、同年12月には亡くなっている。同作は、2005年6月25日同年7月1日、神保町シアターで行われた。 美女と探偵日本ミステリー映画の世界第4週7つの顔の映画だぜ。同年10月8日同年11月5日、銀座シネパトスで行われた名画座サスペンス劇場第3幕、同年11月6日同年12月30日ラペ、ラピュター佐賀屋で行われたミステリー劇場へようこそ。並びに2013年7月28日同年9月21日、 同館で行われた、ン佐藤誠、バン、バン、バン、でも、それぞれ上映用プリントで上映されている。2002年8月25日同年10月19日、同館で行われた、可愛くて、凄い女たち第二弾の特集上映で、脚本作、新宿の肌が、上映用プリントで上映された。2007年1月28日同年3月24日、 同館で行われたミステリ劇場へようこそ。第二幕の特集上映で監督作狙われた娘が上映用プリントで上映された。同年4月22日同年6月9日、同館で行われた添え物映画百科両覧 SP パラダイスの特集上映で監督作女探偵物語女性 SOS が上映用プリントで上映された。 同作は、2012年7月15日同年9月8日、同館で行われた、輝け。日本のお仕事ガールの特集上映でも、上映用プリントで上映されている。2011年2月13日同年3月26日、同館で行われた、昭和の大流行作家、源氏啓太の映画アルバム日日愛館の特集上映で、監督作、家内安全が、 上映用プリントで上映された。2013年11月24日から2014年1月4日、同館で行われた、先客万来日本の連物語の特集上映で、監督作、御用聞き物語及び、俗御用聞き物語が、いずれも上映用プリントで上映された。生きる、チーフ女監督。生き物の記録、チーフ女監督。クレジットは特筆以外は、 監督である。東京国立近代美術館、フィルムセンター、デジタルミーム等での所蔵状況も記した。主な一覧である。国立国会図書館等が所蔵する一覧である。ありがとうございます。